こんにちは。冬波です。今日も元気に三国志大戦やりましょう。よろしくお願いします。カウガールバチが最強と聞いたので、以前組んでた武神ケニアに入れてみました。どうやらお相手も有効に乗っていますね。このダブルライダー、有効の兆しらしいですよ。トップランカーも使ってましたからね。道を開け。関羽雲長の道を阻んで、無駄に命を捨てるな。雲長殿、セリフが長いですよ。対戦、よろしくお願いします。お相手、部隊を真ん中にまとめていますね。ひとまず端攻めで部隊を釣って、関羽を城門に突っ込ませたいですが、あーっと関羽将軍、左で始まったキャットファイトが気になって仕方ない模様。動きがブレています。あんまりうろちょろしてると甲虫の矢でどんどん削られちゃいますよ。一方私のダブルライダーは槍一本にビビって、これまたうろちょろ、武力になんか刺さってもいいから突っ込めって。そしてもう一つ懸念事項がありまして、伏兵の宝刀を隠しているんですよね。こちらも一生懸命探しているのですが、いや嘘です、特に探してないです。これはもう柵の向こうにいるんでしょうね。ここぞという場面で姿を現すつもりでしょう。これぞ宝刀といったムーブで感心します。甲虫の矢で関羽が撤退、原作通りにはいかなかったようです。撤退セリフ、わしにこの者たちは撃てぬ、というのは接敵からの逃亡中、ズタボロになった曹操の部下が、それでも主君曹操のために命乞いをする姿を見て、あえてそれを見逃し撤退する関羽が発したセリフです。非常に感動的なシーンで、横山関羽の撤退セリフといえばやっぱりこれですね。大戦のこういう原作愛、普通に好きです。V を使ってもいいのですが、バキに引っ張られて副兵踏まされそうですよね。将軍が戻ってきたので、普通に号令で攻めます。副兵が見つかってないのが本当に怖い。そしてここすごくのんびり動いてますけど、内乱ゲージ見えてますか。はぁー、下攻撃機が左から来ていますが無視します。さあ行くぜ、武神の大号令。わしに恐れをなして逃げたか。関羽の武神の大号令は全体号令、対象が少ないほど武力が上がりなんだと。宝刀、しかもやべえ系やった。勝利のお膳立てといこうか。なんちゅうことをしてくれたんだ。宝刀の連環の系は妨害、対象の移動速度を下げますが、史実通り2部隊以上いないと効果が下がります。だから部隊を散開させる必要があったんですね。お相手はもちろん全力で逃亡と思ったら、ダブルライダーがエントリー。どうやら馬強を撃破するみたいですね。この厄介者が、ここはもう逃げるしかありませんね。幸い色差はそこまでないので、一旦立て直してもう一度武神で攻めましょう。次は連環を食らったりしません。向こうからライダーが走ってきたので、思わず槍を出してしまいましたが、そんなことをしている暇はありません。一旦城に帰って立て直すべきです。甲虫にも狙われています。お相手の甲虫、いい仕事するなぁ。感心します。ひとまず関羽は帰ってこれました。最悪の事態は回避しましたね。その一歩手前ですが、関羽が回復するまでこちらもダブルライダーで塗ります。連環を食らわないよう適度にばらけましょう。ここ本来ならお相手はばきで馬強を引っ張って処理したいところだと思うのですが、こちらにもバキがいるためそれができませんね。まあ私も同じ状態なんですけどね。さあ今度こそ行ってくれよ。足に恐れをなして逃げたか。連環が当たらないようにばらけます。っておい、右の男ども、ばらけろっつってんだろ。ああ勝利のお膳立てといこうか。これは私の悪い癖なのですが、全体的に妨害契約を舐めてるんですよね。自分で使ってうまくいったことがないので、妨害とかどうでもいいと思ってます。役割論者みたいですね。変化技はゴミですぞって言ってる場合か。号令の効果が切れちゃいましたが、このまま攻めます。増援からもう一発、武神の大号令が使えますからね。時間的にもここは突っ込むしかないです。
こでお相手契約発動。ダブルライダーのどちらかですね。顔があるったー。さあ、私を追いかけてみなよ。顔があるのビニは妨害込みの超絶強化。自身のスピードを上げつつ、敵位置部隊のスピードを上げ、挑発状態にします。どうやらカンウが引っ張られていますね。引っ張られる前に亡霊だ。出会え出会え、わしに恐れをなして逃げたか。さすがにビニだけでは対抗できないと、防具も重ねてきましたね。ものすごい勢いでカンウが引っ張られています。飛んだエロ親父ですね。ちなみに僕のカンウは速度上昇なので、青が一つでもついていると刺さります。え、この契約やばくね。まあ今回のデッキコンセプトは、カウガールバキの契約を動画にすることだったので、お相手に使ってもらえて助かりましたね。ちなみにこの教員の契約もやばいです。見れたらよかったんですけどね。お相手は甲虫の契約を発動。ゼロ距離戦法は弓の射程を下げる代わりに、発生能力が上がる単体強化。思ったよりギリギリの攻防になっているので、お相手も必死に守ってきますね。ここなんですが、関与で防衛するのは当然として、工場部隊を二手に分けて、なんとかもう一発殴れる可能性にかけるべきでした。バキは撤退してしまいましたが、もっと早く散開すれば左で一発殴れたかもしれません。この防衛に関しても、まずは左のデッキから倒すべきです。工場ゲージが溜まっていますからね。この一発がなくても私の負けですが、こういう最後の最後の一手で細い勝ち筋を見つけられないことが、私の弱さの根底にあるものだと思っています。対戦ありがとうございました。言っちゃえば一発ネタのデッキですが、思ったより楽しかったので、また使うかもしれません。ご視聴ありがとうございました。